パブロ・エミリオフ・アンペドロ・サンドバル・ジュニアは、ベネズエラのカラボボ州、プエルト・カベージョ出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。MLB のアトランタ・ブレーブス参加所属。愛称は、ジャイアンツのチームメイトのバリージトに名付けられた、カンフーパンダ家族全員が、野球好きという家庭に生まれ、野球を始めたのは4歳の時。学校から帰宅しては、 自宅のガレージで4つ年上の兄、マイケルの投球を打ち返して遊ぶ日々を送る。当時憧れていた選手は、オマー・ビスケルとアンドレス・ガララーガだった。その後、兄マイケルは、ミネソタツインズと契約し、プロ入り。一方のサンドバルも14歳の頃には、プロのスカウトたちから注目を集める存在になっていた。ドミニカ共和国でのトーナメントに参加した際には、 テキサスレンジャーズのスカウトから入団契約を持ちかけられたが、その後、レンジャーズ側からは何の連絡もなかった。2003年5月8日にアマチュアフリーエージェントでサンフランシスコジャイアンツと契約してプロ入り。2004年にルーキー級アリゾナリーグジャイアンツでプロデビュー。保守として46試合に出場して打率。266、26打点、4盗塁を記録した。 2005年から3塁に転向。A-9 セーラムカイザーボルケーノズでプレイし、75試合に出場して打率。333本塁打、50打点に盗塁を記録した。2006年は3塁のほか1塁手としての起用が増えた。この年は A 級オーガスタグリーンジャケッツでプレイし、117試合に出場して打率。2651本塁打。 49打点、3盗塁を記録した。2007年は3塁手としての起用はなく、1塁と保守を兼任した。この年は A 級三ロゼジャイアンツでプレーし、102試合に出場して打率。287、11本塁打、52打点、3盗塁を記録した。ジャイアンツ時代2008年は A 級三ロゼでプレーし、68試合に出場して打率。 359.12本類が59打点に盗塁の成績を残した。6月に AA 級コネチカットディフェンダーズに昇格し、44試合に出場。打率337.8本類が37打点と活躍し、8月13日にジャイアンツとメジャー契約を結んだ。翌日の8月14日のヒューストンアストロズ戦で、 メジャーデビュー。デビュー戦は5番、保守として先発出場し、3打数でアンダこそ出なかったが1打点を挙げた。メジャー初アンダは2日後のアトランタブレーブス戦で、第1打席にマイク・ハンプトンから2塁ナイアンダを放つと、この日は3アンダを記録している。以降、9月28日のシーズン最終戦まで、メジャーに残って41試合に出場し、打率。 345、3本塁打、24打点という成績を残した。2009年は、主に三塁手として153試合に出場。フルシーズン1年目ながら、ジャイアンツ打線の中軸に座り、首位打者争いで、ハンリー・ラミレスに次ぐ2位となったほか、25本塁打を記録した。 ジャイアンツはポストシーズン進出こそ逃したものの88勝74敗で5年ぶりの勝ち越しとなり、サンドバルはチームについて若手とベテランが一体になってシーズン最後までそれを争えたのは良かった。自身について10点満点と振り返った。2010年は開幕戦に3番三塁手として出場し4月の1ヶ月間で打率。 368と前年以上の成績を上げる。この頃からジャイアンツの地元カリフォルニア州サンフランシスコではサンドバルの愛称からパンダの広告やグッズが目立つようになった。しかしその後は成績が下降し6月終了時では打率274まで落ち込んだ。同月28日のローサンゼルスドジャース戦では2点ビハインドの9回裏1死1.3類と 本塁打が出れば逆転さよなら勝利となる後期で打順が回ってきたがチームは新人のバスターポージーを代打で起用しサンドバルをベンチへ下げている後半戦も調子は上向かずそのままレギュラーシーズンが終了ジャイアンツはナショナルリーグ西地区を制止7年ぶりにポストシーズン進出を果たしたがサンドバルはリーグ最多の26閉鎖打を喫するなど不審にあえいだ ポストシーズンでチームは、ブレイブスとの地区シリーズを3勝1敗で、フィリーズとのリーグ優勝決定戦を4勝2敗で、そしてレンジャーズとのワールドシリーズを4勝1敗で、生止、56年ぶり6度目の世界一に到達。だがサンドバルはこのポストシーズン15試合中、出場は6試合に止まった上に打率、176.3閉殺とレギュラーシーズンの不振を引きずっていた。 この不審の原因が体調管理のつたなさによる太りすぎにあると見たチームはサンドバルにオフの間に減量ができなければマイナー落ちと通告。これを受けサンドバルは球団 OB のバリーボンズや陸上、10種競技の元世界記録保持者、ダンオブライエンらとトレーニングしたり、鉱物のポテトチップスや炭酸飲料を断ったりして減量に励み38ポンド落とした。 2011年は開幕から打率3割台を維持していたが、4月末に右手有効骨の骨折が発覚し、6月中旬までの長期欠場を強いられた。前半戦終了時点で打率303と前年から成績を向上させた。この年は故障したホセレーエスの代役という形ながら、オールスターにも初めて選出され、 試合では、ブランドンリーグから適時にルイダを放った。後半戦はさらに調子を上げ、9月15日のコロラドロッキーズ戦ではサイクルアンダを達成。最終的にチームはポストシーズンへ進出できずワールドシリーズ連覇を逃したが、個人成績では2年ぶりに打率、320本塁打超えを果たした。2012年1月17日に、 ジャイアンツと1715万ドルの3年契約を結んだ。108試合に出場し、12本塁打63打点、1盗塁打率、283と打撃成績を大幅に低下させたが、ワールドシリーズで10月24日の第1試合で3打席連続の本塁打を放った、活躍でワールドシリーズの MVP に選出された。 2013年開幕前の3月に開催された第3回ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。シーズンでは141試合に出場し、2年ぶりに規定打席に到達した。自己2位となる79打点をマークしたが、5年ぶりに盗塁なしで自己アーストの18失策を記録するなど、そうと神で精裁を書いた。2014年は、 自己最多となる157試合に出場して攻守に復活を果たす。まず攻撃面では打率279.16本塁打73打点という打撃成績をマーク得点圏では291を記録した。オフの10月30日に FA となった。2014年11月25日にボストンレッドソックスと 総額9500万ドルの5年契約を結んだ。2015年6月18日に試合中にインスタグラムでいいねを押したことを受け、球団から1試合の出場停止処分を受けた。126試合に出場したが、2009年にレギュラーの座を獲得して以来、いずれも自己アーストの打率。245.10本塁が47打点という成績に終わった。 2016年はオープン戦で結果を残せず、肖像類一種の座を若手のトラビス賞に奪われ、さらには4月13日に左肩痛で故障者リスト入りすると、5月3日には同箇所の手術を受けたことによりシーズン中の戦線復帰は絶望的となり、同年は7打席に立ったのみだった。2017年開幕前には、 第4回 WBC のベネズエラ代表への参加の意思を表明していたが、2月7日にレッドソックスから代表参加の許可が下りず、不参加となった。スプリングトレーニングに堅実な結果を残し、肖像類種のポジションを獲得した。しかしシーズンに入ると108打席で打率21、212と低迷し、6月20日には10日間の故障者リスト入りした。 7月14日にディーフとなり、19日に自由契約となった。2017年7月22日にフルスジャイアンツとマイナー契約を結んだ。8月5日にメジャー昇格したが、復調することはなく、最終成績は打率。220.9本塁が32打点に終わった。2018年は主に控え選手として出場した。 4月28日のドジャースとのダブルヘッダー第一戦、6から15と大量リードを許した中の最終回に2戦目にリリーフを温存するため登板した。先頭打者はマックス・マンシー。2球でショートゴロに抑えると続くヤズマニ・グランダルにカーブを交え、最後は142キロメートルのストレートでサードゴロ。3人目はこの日本塁打を含む3安打のクリス・テーラー。 チェンジアップとカーブを駆使し追い込むと、最後はショートゴロに抑え、この試合で登板したジャイアンツの投手の中で唯一の三者凡退を記録した。打者としては92試合の出場で打率、248、9本塁打、40打点だった。2019年の序盤は主に代打として起用された。5月6日の新シシナティレッズ戦では4から12の8回裏にリリーフとして登板。 先頭打者に支球を与えたが、後続をセンターフライとショートゴロ平殺打に抑えた。この試合では、野手として1本塁が1投塁を記録しており、本塁打と投塁、そして投手として無失点に抑えたのは、近代メジャーでは、史上2人目の記録だった。打撃でも調子を上げたことで、先発出場する機会も増えたが、右ヒーちの内側側腹陣帯を痛めて9月3日に、 トミー・ジョン手術を受けた。父のように慕っていたブルース・ボーチー監督が今季、限りで優待することになっており、手術2日前の同1日に1打席だけ出場した。107試合に出場して打率、268、14本塁打、41打点の成績を残した。オフの10月31日に FA となった。2020年1月31日に、 ジャイアンツとマイナー契約で再契約したことが発表された。メジャー昇格の際は、球団から給与として200万ドル支払われ、出来高として最大75万ドルがつく。また、トミー・ジョン手術の影響で、リハビリに9ヶ月から10ヶ月必要とされており、シーズン開幕には間に合わない見込みであると言われたが、新型コロナウイルスの影響で、シーズンの開幕が、 大幅に遅れたため、7月の開幕ロースター入りした。9月10日にリーフとなり、さらに同日中に自由契約となった。2020年9月14日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月28日に FA となったが、2021年1月にマイナー再契約を結んだ。 2008年には、保守として11試合に出場したメジャー2年目となる2009年シーズンを迎える前から、電動入りの元強打者、ウィリー・マッコビーに、彼は、第二のアルバート・プホルスになりつつあると言われたほど、打撃技術に関しての評価が高い。ただし、どんなボールでも振りに行く、フリースインガーの一面もあり、2008年には、 ストライクゾーンを外れた球を振りに行った確率が53.8%もあった。当時の打撃コーチのカーネーランスフォードはボールをよく見るように彼を指導してきたがまるでライオンを檻に入れようとしているみたいだ。ダグアウトから打席に向かう時の彼はバットを振ることで頭がいっぱいのようだからこちらとしては必ずストライクを振れよというようにしていると話している。守備面では メジャー昇格後は、基本的に三塁手としての出場が多いが、その他に一塁手と、捕手もこなすユーティリティーさを持ち合わせており、前回2014年までのジャイアンツ在籍時には、監督のブルース・ボーチーにも重宝されていた。幼少期は、左投げの右翼手だったが、9歳か10歳の頃に、遊撃手や、三塁手や、捕手もやってみたいとして、右投げに転向しており、さらに、 マイナーリーグでは主に一塁手として出場していた。現在も登録上は右投げであるが、左手で投げることも可能である。投手としてに登板しており、80マイルパーアワー後半のチェンジアップや80マイルパーアワー後半のスライダー、70マイルパーアワー前半のカーブを駆使して、無失点に抑えている。投手守備保守守備内野守備。ありがとうございます。